スパイダーマンはマーベルコミックのキャラクターであるスパイダーマンを題材にした1978年の日本のスーパーヒーロー映画日本のテレビシリーズスパイダーマンのスピンオフ作品監督は竹本孝一主演は加山浩介制作は東映第10話と第11話の間の出来事である鉄十字弾は口から魚雷を発射できる マシーンベムカイマ王を使って石油タンカーを破壊している。スパイダーマンは鉄十字弾を阻止するためにインターポール捜査官のマミア13の助けを借りる。スパイダーマンはスパイダーブレスレットでマーベラー及びマシーンベムカイマ王のミサイルを空中で爆発させてコンビナートの爆撃を阻止する。その後マシーンベムカイマ王は巨大化したため スパイダーマンは、マーベラーから巨大ロボレオパルドンに変形させ、マシーンベムカイマ王を倒す。監督は、竹本光春、脚本は、高く進むである。マミア13はこの映画が初登場で、その後、シリーズの第11話、第12話、第14話の3話に登場した。映画は、シリーズのエピソードと同じ長さだが、ワイドスクリーンで撮影されている。スタントは、 ジャパンアクションクラブが振り付けアクロバットを披露している。1978年7月22日に開催された東映漫画祭りでプレミア上映された。アメリカ以外の一部の地域で公開された。他のシリーズと同様に2009年にマーベルの公式サイトでエピソード0としてストリーミング配信された。その後映画もエピソードも削除された。 abcdefgi, h スパイダーマン 1978, 映画 .com, 2021年7月30日閲覧。マカイニリ、マシュー J, マーベルコミックスイントゥフィルムエッセイズオンアダプテーションズシンスザ 1940s。 マクファルランド、ピアニッシモ、9294、ISBN978 から0786443048、https コロンスラッシュスラッシュ,スラッシュブックスドットグーグルドットコムスラッシュブックス、ID イコールフラリューソクバジアンド、Q イコールトエマンガ祭りスパイダーマン&、ピコグラム、イコール PT102、サマーズ、ブレッド、カルト TBS センシャルズ、スパイダーマン、 culttv。cultfacton i。O N. com。二千二十一年七月二十一日閲覧スーパー戦隊スパイダーマン。lastimepodcast e r。com。二千二十一年七月二十一日閲覧。マカイニリ、マシュージェマーベルコミックス、イントゥフィルム、エッセイズオン、アダプテーションズシンスザ。一九百四十。 マクファルランド、ピアニッシモ、9294、ISBN978 から0786443048、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com ググスラッシュブックス、ID イコールフラリューソクバジア Q イコールトエマンガ祭りスパイダマン&、ピコグラム、イコール p t 1 0 2マカイニリ、マシュージェマーベルコミックスイントゥーフィルム、エッセイズ、 オンアダプテーションズシンスザ 1940S マクファルランドピアニッシモ九十二九十四イー BN 九百七十八から零七八六四四三零四八 https コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドットコムスラッシュブックス ID イコールフラリュー即馬辞アンイコールトエ漫画祭りスパイダーマンピコグラムイコール PT 百二キャラクター ベースドフィルムシリーズパート3ページ177ザ・ロック・ウィデスト・バージョンズ・オブ・スパイダーマン・ビー・ブ・エバー・シーンオン・スクリーン2021年7月21日閲覧ありがとうございます